福島県西白河郡の範囲西白河郡は福島県にある郡、本校では1878年までの名称である白河郡についても述べる。人口48,077人、面積3 0 6 8 1トル、人口密度157人、軽平方メートル、以下の1町3村を含む。1878年に、 行政区画として発足した当時の軍域は、上記一丁三村から矢吹町の一部を除き、白川市及び石川郡浅川町の一部を加えた地域である。西白川郡の旧称である白川郡は、仙台旧児本議中の国造本議では、白川国造の支配下にあったとされている。律令成果で白川国造の所領は軍へと変更され、 道の区国への入り口として、白川関が置かれた。関和久考え関が古代の軍画と推定されている。養老二年、道の区国の三分割に伴い、白川、岩瀬、藍津、朝香、忍の子軍は岩瀬国として分立したが、十年ほどで道の区国に復帰している。十世紀前半に表された和名類受賞には、のりおかは軍とあり、大村。 丹波松田、イリ仕方の石川、長田の白川、小野、駅下、松戸、小田、藤田、八代、常代高野、以上の,の17教が載せられている。17という合数は、道の区国の中では最多であり、その範囲も、後世の西白川軍、東白川軍、石川軍の全部に加え、田村軍及び日立国久人軍の一部にまで及ぶ。 広大なものであった。ただし高の入りの、仕方の、常よ、異常のご教手ついては、国、分かちて、高野軍となすと中記されており、この頃にはすでに高野軍として、分離みであったと見られている。また石川、長田の、藤田の三教は、公平六年に、全九年の役の軍港により、石川号一帯を配慮した、源の有光が、同地に土着して、 石川総を開き、この石川総の地にが、白川軍から分離して、石川軍という独立した軍として扱われるようになった。白川軍は、文治5年の欧州合戦で軍港を挙げた、結城智光に与えられた。智光への恩賞に、白川軍が当てられたのは、旧安6年に智光の父、小山正光が、白川総社金山の預かり所職を得ていたことが関係していると、 後友光の孫、結城幸弘が分家し、結城氏による支配は、天正18年の欧州市沖で、結城吉地下が改役されるまで続いた。江戸時代の漢文年間に、白川、高野、石川の三軍を統合し、白川軍としたが、元禄年間に、白川、白川、石川の三軍に再分割され、以後若干の軍境変更を経て、 明治12年の軍区町村編成法の際に、白川軍との区別のため、西の字を冠して、西白川軍へと解消され、現在に至っている。1、白川町に、西郷村3、白坂村4、古関村5、金山村6、茶村7、小野田村8、鎌子村9.5、河村10、大沼村11、 寛平村12、中畑村13、三上村14、矢吹村15、忍村16、川崎村17、小田川村18、吉子川村19、勝津村自治体の変遷。ありがとうございます。